おはようございます。行徳のバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫です。今日は4月は17日月曜日、とても晴れた日ですね。はい、今週1週間皆様とですね、幸福論について考えてみたいと思います。私の友人にはですね、お金持ちにはなったけれども、体中病気だらけという人がいます。一方ですね、もう死近いのに貧乏しててですね、最低限のお金しかない。しかし健康。果たしてですね、お金持ちの病人とお金のない貧乏人とどっちが幸せかなと、まあ、いろんな見方あるでしょうが、世界に三大幸福論者としてですね、アラン・ヒルティ・ラッセルといるんですが、その3人のですね、実践哲学者を引き合いに出して、今週1週間皆さんと幸福論について語りたいと思います。皆さんぜひですね、健康に生き健康に死ぬということを一緒に考えませんか。考えたってしょうがねえと、ちゃんと着実に毎日楽しいことやれってことです。2人目はですね、イギリス人なんですけど、ラッセルです。バードランド・ラッセル。ラッセルは幸福論を語る有名な哲学者です。ラッセルはですね、こう言ってます。人はですね、人と自分を比較して、あれがない、これがない、これが足りない、ジェラシー、要するにジェラシー、卑屈になったりですね、比較することによってコンプレックスとか持つ。ジェラシーを捨てなさいってことです。人は人、俺は俺、猫は猫、犬は犬、猿は猿、自分の道をやりなさいってことです。比較すんな、ジェラシー持つなってことです。3つ目はですね、スイスのですね、ヒルティです。ヒルティはですね、道徳的な生き方をにで生きなさいってことです。日本は道徳ありますね。武士道なんかそうだと思います。しっかり武士道を勉強してですね、武士道の道にのっとった生き方を求めなさい。私なんかはそのヒルティと同じですね、3つの口です。長年武道をやり、武道的な生き方をしてます。武道の先生に人生の生き方を教わってですね、先生の真似をして生きてます。